これが車内の LED 点灯。はい、こんにちは、ウィンマンズの小井です。はい、ウィンマンズの中古車紹介、今日もですねやってまいりました。三里店よりお送りしたいと思います。今日はですねまたちょっとかっこいいね軽自動車が入ってまいりました。こちらでございます。はい、ワゴン R スティングレイですね。ワゴン R といったらもう軽自動車をね一風整備した車です。はい、今日はですね見てください、この色合いといいカスタムの仕方といい、このねかっこいいワゴン R スティングレイをですね今日はですねちょっと紹介していきたいと思いますので、最後までご視聴の上チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、行きましょう。はい、早速行きましょう。こちらがですねスズキのワゴン R スティングレイというですね車です。ワゴン R とはまた違ってワゴン R スティングレイという車の紹介になります。はい、グレードがね T というグレードで、でこれはターボブレーキサポート、ターボレーダーブレーキサポートっていうのがねついてるんです。で SN チャージという車になっております。はい、なかなかねすごい機能がいっぱいついてるみたいですね。はい、またこれがですねファイナルコネクションの車高調、調整式ラテラルロッド、16インチのアルミホイールですね。で車外の LED テール、これもねおしゃれなんですよ。でワンセグ TV と Bluetooth オーディオ、サブウーハーが入っておりますね。はい、でアイドリングストップ、まあ、ここら辺はねシートヒーターにパドルシフト、クルーズコントロール、軽自動車でクルーズコントロール贅沢ですね。はい、そういったものがねいっぱいついている車になります。で車検が令和5年の11月、走行距離が7万1000キロの車ですね。はい、オートマチックです。はい、じっくり見ていきましょう。外装はね本当見て、ぐらっと見てもねへこみ傷等はほとんど見当たらないんじゃないかな。で俺が好きなのはこの色なんですよね。この色がなんかシルバーはシルバーなんですけど、なんかこうなんて多少ちょっとゴールドが混ざったグレーにゴールドが混ざった感じのシルバーなんですよ。ガンメタっていうんですかね。それでいてこのフロント周り見てください。このカバーね、スズキのこのスモークがかったカバーっていうのもまたすごいおしゃれだし、でまたこのエアロもそうなんですけど、このねポジションっていうのとフォグ、これの組み合わせっていうんですかね。でさらに言うとこのアルミホイール、はい、これねいいでしょう。一応これがねカイサーってやつですかね。カイサーっていうタイヤを履いてまして、サイズがね 165-50R16 で、ホイールはガリ傷一つございません。綺麗です、めちゃめちゃ綺麗。2ピースかな、2分割になってて、タイヤの溝は7分山は残ってますね、綺麗に。はい、このボディのショックとこのタイヤホイールのマッチングいいでしょ。でこのバイザーが入って、はい、このリアのホイールもこれも傷、ギャリ傷一つないです。でリアの、タイヤの溝もやっぱ7分山ぐらいは残ってますね。はい、で一応車高調が入ってますからね、こうやってね。はい、これが車外の LED テール。リアマークハッチ見てみましょう。ここもクロームメッキがかったねやつなんですよ。すごいいいでしょ。これちょっと剥がれちゃってるけど、はい、こ
これがリアです。リアのスペースはねそんなに広いわけじゃないですよ。これぐらいしかないんで、うん、ただここの下にこうやってねパンク修理セットとジャッキが入っております。これはもう本当にこう前に倒れれるように結構フルフラットになるんだね。こんな感じで広いですね。そこそこな広さあると思います。はい、内張りもねしっかりとついてランパーも問題ないでございますね。はい、で後ろから先見ちゃいましょう。はい、これね後ろの広さがねすごいです。これ分かります？これこんな広いの、足がもう余裕、こんなに広かったっけワゴンあるって。で一応これが全開はするんですね。がっつり焼いて、ここはね三角窓になっております。バイザーもこれ塗ってんのかな。はい、綺麗じゃないですか。で結構締め切っちゃうと暗いよね。でシートの状態はめちゃめちゃいいし綺麗だし、内装めっちゃ綺麗ですね。でこんなに広い状態はね極めていいと思います。はい、じゃあ運転席ね座ってみましょう。こちらが運転席になっております。はい、これね、ハンドル、ステアリングはもう最近の車と同じようにもういろんな操作のボタンがねついております。これもね、オートクルーズのボタンですとか、こちらオーディオのコントロールがついてますね。はい、こちら鍵です。こんな鍵になっておりまして、鍵っていうものはございませんから、これを持ったままブレーキを踏んでこのスタートボタンを押すと、そしたらエンジンスタートします。はい、これがねなかなかいい感じのインパネですね。で走行が 71,197 キロになっております。でタコメーターとスピードメーター、はい、で一応これがナビゲーションですね。ケンウッドのナビゲーションが入っておりまして、地デジが入っております。ワンセグか、ワンセグが入ってますね。で一応バックはバックカメラは入ってないですか。はい、でこれがね、オート、エアコンのコントロールです。一応デジタルになってるんですね。これがオートマチック、はい、でチルトはここにレバーがあり、はい、上下と前後はやっぱ効かないですね。でこれがパドルシフトだね。ここにハンドルと一体型のパドルシフトがここについてます。でシフトマイナスだからシフトダウン、こちらシフトアップです、につながっております。でね、ここにはねドリンクホルダーのスペースがあるんですけれども、ここにねここにあるんですけど、ここにもねドリンクホルダーがついてるんです。はい、ここにダッシュボックスがあり、はい、ここにもねドリンクホルダーがついてます。これ何気にここにね肘掛けがちゃんとついてるんですよ。でここにポケットがちゃんとついて、これ便利ですよね。で何気にベンチシートみたいになってます。うん、だからといってここに3人乗っちゃダメなんですよ。うん、はい、綺麗ですね。シートもめっちゃ綺麗です。シート綺麗です。でドアもねこんな感じで、ここがね、ちょっと光ってつるっとしたやつなんで、でこれがミラーの畳むやつですね。で開きます。はい、でこれ左の上下右左、はい、で右が上下右左になっております。うん、でダッシュボードも綺麗だし、ここにライトがありね、ここにウーハーのね、あ ETC ここについてますね。 ETC ついてて、ここにウーハーの、スイッチみたいなコントロールがついてますね。ウーハーがね運転席の下にこれ隠れております。はい、これがですねワゴン&スティングレイのエンジンです。
R06A というね、もちろん 660cc のエンジンで、一応カタログスペック上は64馬力の車になっております。はい、水冷直列3気筒の DOHC12 バルブのインタクーラーターボです。こう見えてもターボエンジンなんですよね。あれがターボかな、はい、これがねインタークーラーです。ちっちゃいんですけど、これがインタークーラー、はい、こんな感じので、一応これSN チャージっていう機能がついてるんですけど、これは、はい、一応これ加速時にモーターでエンジンをアシストすることによって、燃費を、ね、稼いでると。でしかもこれ、リッターですね、カタログスペック上27キロも走る車になっておりますので、コスパは最強だと思います。でしかも金額もね、後で最後に言いますけど、なかなか安い金額になってますんで、はい、あとちょっと走り見てみましょうかね。はい、そしたらですね、スティングレー、ワゴン R スティングレー行ってみたいと思います。あ、結構固めですね、足はね、結構固めにセッティングされてるっぽいね。でも出だしもすごくいいし、このライトのこのメーターのところの、グリーンの光ってるのってすごいなんかおしゃれですね。結構ワゴン R も速いからな。あれ、これ色が変わるんだね。すごいグラデーションしていくもん。このメモリーのところの色がグラデーションで変わっていくっていうのはね、結構おしゃれですね。 SN チャージでしたっけ、がここにね表示されてるんですけど、エンジンからタイヤに伝わっていて、でまたタイヤから逆にですねチャージする感じの矢印になったり、いろいろね燃費を良くするための機能がねいっぱいここに詰まってます。足回りは結構ね固めに作られてるっぽいね、うん、これマニュアルモードにしました。そうすると M の1になりますんで、あとはこれシフトでね変えることができるかなって。はい、これを左に曲がります。1速2 3 4、すごいなんかレスポンスいいんだけど、3、こんなにレスポンスよく伝わる系で3 4、これは結構ダイレクトに来てますね、今までの車よりも。5、6まで行くね。6速オートマかな、7速まであるんだ、7速オートマだった。6、5、4、ほらすごい、もう瞬時に変わる。これなかなか面白いかもしれないですね。もうちょっとこのワイディングロードに行けば、要はその、ギアをチェンジする楽しさっていう意味ではそれがダイレクトに伝わってくれてるんで、ここは面白いかもしれない。今までのやつだとあんまりレスポンスがね良さを感じなかったんで、そうなるとまあ普通のオートマモードでええやみたいになっちゃうんですけど、これは面白いかも。ただ4から3、2、1下げてもうんうんとは言わないんですよ。うんうんって
徐々に下がっていくんで、一時回転数を合わせてくれるような動きはしないんで、そこはそこでまたこれはこれかなってところなんじゃないでしょうかね。でもこれすごい、今まで乗ったマニュアルモードからすると結構面白いかもしれないですね。もうちょっとマフラー音を大きくして楽しめることになると、ちょっと山道とか走ったりするといいかもしれない。このはい、今回ねこちらのちょっとねカスタムされたちょっとかっこいいですねワゴン R スティングレー、これをですねちょっと紹介させてもらいました。で試乗もさせてもらったんですけど、これはいい、これはいいです、本当にいいですね。一応気になるところね、修復はこの左の前のインサイドパネルの歪みなんで、ここら辺はね、一応交換してるっていう形になって、左の前を当たってる、感じですね。修復なんで大きな土管っていうのじゃないんで、そこら辺はね乗った感じも全然問題ないし、安心して乗っていただけるんじゃないかなと思います。一応見た目がねマジでかっこいいんで、ちょっと僕はねすぐビビビッと来てしまったんですが、皆さんどうでしょうこれ。はい、気になるところの金額ですよね。金額はねこちらです。はい、来ました、58万9000円。じゃあ58万9000円ですよ、車体でね、で込みで支払い総額65万9000円の車です。平成26年式の11月登録で、車検は今年の11月まで、修復はあるんですけど7万1000キロ。これだけ、かっこよくカスタムしている車で乗り出しで65万9000円、買いでしょこれ絶対良くないですか。絶対いいと思います。おすすめだと思います。なので、今ねガレージある三郷店に展示しておいてありますので、気になった方はですねぜひガレージある三郷店までご連絡ください。こちらですね、048-957-9000番、048-957-9000番です。この間ね紹介したこちらのねアルトラパンもありますし、かわいいエッセ2台ありますし、軽自動車もですねレパートリー揃えてますんで、ガレージある三郷店までご連絡ください。よろしくお願いします。